はい、こんにちは、小笠原です。今回はですね、このニメチルにプロパノール、これ使って三体変換の実験をしていきたいと思います。ニメチルにプロパノールというのはこういうアルコールですね。でこれ今室温で液体なんですけれども、これちょっと面白い性質があって、沸点が 82.2°C なんですね。融点が 25.7°C なんです。沸点が低くて融点が高い珍しい物質になります。普通はこれ両方ともね、高ければ両方高い、低いときは両方低いんですけれども、沸点が低くて融点が高いということで 100°C で気体ですね。で室温ぐらいだと、まあ、今 25.7°よりもちょっと高い温度なんで、この温度だと液体でいます。でちょっと下げてあげるともう 0°C で氷になってしまう、氷というか固体になってしまう。これを使って三体変化の今日は実験していきたいと思いますので、実験の方をご覧ください。今日はですね、このニメチルにプロパノール、ターシャルブチルアルコールとも言います。このニメチルにプロパノールを使ってですね、特に三体変化のちょっと実験をしていきたいと思います。はい、ニメチルにプロパノール、これ無色透明な液体になってます。こちらの方を氷水につけますと、あっという間に凍りますね。こんな風に融点、凝固点が25度ですので、簡単に、凝固や、そして、まあ、融解を見せることができる題材になっています。こんな感じにすぐ凍ってしまいます。そして、手のひらで温めれば、溶けるはずですね。ちょっと時間かかるけど、しばらく握っているとだんだん溶けてきます。はい、体温で温めて溶かすことができました。融点、凝固点25°C ですので、まあ、氷だと簡単に溶けてですね、手のひらの体温でまた戻すことができる、これがニメチルにプロパノールになります。こんな実験の仕方もあるってことで紹介します。チャックポリってやつですね。このビニール袋で上がチャックで閉めるやつ。こちらの方にですね、先ほどのこのニメチルにプロパノールを入れてみたいと思います。そう、こんな感じになりますね。そして、ニメチルにプロパノールですね。この袋の中にニメチルにプロパノールが入ってます。これを氷水につけますと、もうあっという間に凍っちゃいます。で簡単に凍りますね。綺麗に、真珠結晶も見えます。綺麗に見えます。でこれがいいところは、沸点20度なので手のひらで温めて溶かすことができるということです。しばらく時間かかりますけどね。ちょっと時間を置いてあげると、はい、また溶かすことができるわけですね。そしてまた入れると、さーっと凍るというのがこれの面白いところです。このニメチルにプロパノールなんですけれども、こう凝固の途中を見せるという意味ではいい教材になるかなと思います。このニメチルにプロパノール、凝固点25度なので、この氷水にですね、つけておきますと凝固をしていくことはずです。その様子を観察することにしましょう。はい、そうしますともうすでに凝固の方が始まってます。こんな風に外側から凍り始める、下の方から凍り始める、この様子がすごくよくわかります。これ完全に凍らせた時の状態なんですけれども、左がローです。ローの場合の方が、内側がくぼんでるのがわかります。このニメチルにプロパノールの方はですね、まあ、8月からセンターの方がちょっとへこんでるのはわかるんですけど、ローほどですね、綺麗にこうくぼんでるわけではないので、このくぼみを見せたいんであれば、やっぱローにはかなわないかなと
思われます。ではですね、ニメチルにプロパノール、また袋の中にですね、入れてあります。この液体がニメチルにプロパノールなんですけれども、これをですね、この2エタギルお湯に入れてみると、3体変化見れるでしょうか。はい、入れますと、はい、まあこんな風に膨らんでですね、気体になることが分かります。これ沸点が 82.2 度あるので、100度近いお湯に入れてあげるとこんな風によく膨らんでいくのが分かります。取り出すとこんな感じになってますね。はい、こんだけ膨らんでおります。はい、ではいろいろな実験見ていただいたんですけれども、このニメチルにプロパノールがですね、この点が 82.2 度 C、 融点が 25.7 度 C ということで、特にこの変化が楽ですね。25.7 度 C で氷、25.7 度 C で溶けますので、液体を冷やすのにはもう氷水で十分ですので、すぐ冷えます。で、心状結晶が見えます。で、温めるときは、まあ、次第に溶かしてもいいんですけれども、25.7 度で溶けますので、この体温で溶かすことができます。ですので、ここのところは非常に実験に使いやすい物質だということが言えます。そして、まあ、こちらの方のですね、気体にする方もできるんですけれども、これは 82.2 度 C ですので、これよりも高い温度なので、もう沸騰にしているような熱水であれば、気化させることもできます。沸騰させることもできますので、まあ、一つの物質で全部できるという意味で、ニメチルにプロパノール面白いのかなと思いました。さて、このニメチルにプロパノールなんですけれども、炭素数が4です。で、炭素数が4のアルコールっていうと、1ブタノール、2ブタノール、ニメチル1プロパノール、ニメチル2プロパノールとあって、これを今沸点と融点を一覧表にしてみたんですけど、比べてみるとですね、この沸点でいうと118ですね、99、108に対して 82.2 ということで、これは他に比べて低いんです。そして融点の方で見てあげると、マイナス約90ですね、マイナス115、マイナス108、これみんな低いんですけれども、これ異常に高いんですよね。非常に高い 25.7、 他に比べるととても高いということが分かります。ニメチルにプロパノール、後で理由の方は説明しますけれども、沸点が低くて融点が高い関係で、この0度から100度の間で3体変化ができるという、ちょっと特殊なアルコールになっています。まずですね、ニメチルにプロパノールの融点が高い理由を説明していきたいと思います。これは分子の、ね、対称性が高い、そして、まあ、規則正しく配列できるということで、強い結晶ができますので、それを崩すのに融点が高くなると、まあ、こんな説明になるんですね。で、ニメチルにプロパノールっていうのは、この C のところがこんな風になってますので、非常に綺麗な形をしてます。で、こんな形ですね。で、C からCH3 の方が3本こうなって、でここに OH がついている形になりますので、比較的球に近い形になります。丸っこい形をしている、丸っこい形なので、こうしっかりこう収まるわけですね。で、対称性が高い場合には規則正しく配列できて、融点が高くなります。で、それからですね、ニメチルにプロパノールの沸点が低い方の理由なんですけれども、沸点の場合には分子間に働く力が問題になります。で、ファンデルワルス力よりも水素結合の方が影響が強いので、アルコールの場合には水素結合の強さで沸点が決まるわけですね。で、ニメチルにプロパノール沸点が低いので、水素結合を作りにくいということが考えられます。では、なんで水素結合を作りにくいのかと言いますと、水素結合の OH のところで水素結合したいわけなので、ヒドロ基式の周辺の、立体障害になります。で、先ほどの分子も見せましたけど、こちらのとは OH があるので、ここしか行けないわけですね。こう近づいていくためにはこっちの方向から行けますけど、この辺から行こうと邪魔になる、こっちも近づけない、こっちも近づけないということで、もこの方向からしか行けませんので、行ける方向が非常に狭まってしまいます、ということで水素結合を作りにくいと、で沸点が低いと、そんなふうな説明ができるわけです。最後にですね、このニメチルにプロパノールといいますと、第3級アルコールでですね、アルコールのところでは、これ酸化されにくいアルコールだということを勉強したと思います。こちらの方の内容はですね、
別な動画があります。アルコールの酸化という別な動画の方でこちらの方の実験をしてますので、合わせてご覧いただければありがたいです。